はい、皆さんお疲れです。ドラゴンでーす。今回はね、新しいキャラのお知らせが来ました。海岸の幽連が登場しますということですね。もともと幽連って、どうやったのかな？確か、鬼人化がいたかな？鬼人化がいたと思います。で、その幽連と違って、この海岸の幽連ってまた、違った性能で出てるとは思うんですけど、どうなんでしょうね。実際ちょっと、性能の方をね、見ていきたいなと思います。またね、星5の欄界の方も出ますよ、という、ガシャですね。鬼人化の幽連がちょっと見てみましょうか。はい、鬼人化の幽連です。まあ、地属性の剣武将ですね。まあ、性能を見てみると、必殺が単勝単体に、強力な攻撃。で必殺ゲージを下げますよっていう効果がありますね。攻撃対象の。で、あとは、対象技能と個人技能でそれぞれ一定時間技能封印。まあ、個人技能ではね、敵を撃破した後に、敵軍の部属性と有属性に技能封印をしますよっていう。まあ、お邪魔キャラですね。はい、という感じですね。まあそれこそ今回ざっと見た感じ海岸の方がちょっと強いと思いました。海岸の幽連の能力をここに出したいなと思います。はい、幽連能力をまとめてみましたが、まあ、対象技能がですね、いわゆる、開戦時に敵軍地属性武将を一定時間必殺技封印にするという、技能を付与します。で必殺技はですね、対象単体に攻撃し地属性に対して威力アップ。海岸すればね、攻撃範囲が増加し自身に回避を付与するという必殺技になります。また自軍の、自分以外の攻撃速度アップ。個人技能がね、自軍5人で、自身の攻撃速度大幅アップ。あと共闘技能が必殺技威力アップですね。海岸すれば効果が、さらに増加しますよという風になっております。まあそうだな、どっちかって言うとサブ向きかな。で副官の欄階ですね。欄階は星5の剣武将。副官技能が自軍5人で自武将攻撃力アップとなっています。まあいかがでしょうか。まあそれこそ地属性縛りとかはあるにせよ、まあ必殺技封印状態にする対象技能っていうところは、まあ、非常に使いやすいのかなと思いますし、まあなんといってもね、必殺技の、海岸後につけれる回避技能ですね。まあこちらの方もね、個人的には、使えるのかなとは思います。またその自分以外の味方武将の攻撃速度もね、引き上げることができますので、必殺を打つことでですね。なのでまあ特攻武将であればね、引いてもいいのかなと思いますね。はい、というところで今回は、幽連の紹介をしてまいりました。でここでですね、6定員がありますので、6定員のガシャの方を引いていこうかなと思います。まあ先に銀印が2枚あるので、そちらの方を引いていこうかなと思いますけどね。まあ6定員最後の最後でね、いい武将が出てくれたらいいかなという期待を込めて引いていこうかなと思います。さーてさてさて、誰が出るかな。もうそろそろ高尊竜終身軍来ていいと思うんですけどね、本当に。まあ欲しいですね、あの二人。さあ、あっという間にやってまいりました。どうかな？いいやつ出るかな？さあ来いよ！頼むよ！いいの来いよ！強いの来いよ！頼むよ！よし来い！よし来い！よし来い！さあ来い！誰だ？うわぁ、こいつか。万国か。え、お、鬼人化か。鬼人化の万国なので、確か深刻キラーですね、この人は。やたらと、真に強かったようなイメージがある。まあ、ちょっと特徴を見てみましょうか、ざっとね。はい、はい、はい、と。うん、あ、たださあさ、確かね、毒がです、毒が。毒付与するんですよ。なので、まあ、強敵に強いですね。しかも特大なんで、猛毒ですね、いわゆる。猛毒野郎で、かつ深刻キラーです。まあ、使い道はあるのではないでしょうか。は
はい、というところで今回は、幽霊、海岸の幽霊の方を紹介してまいりました。6点も引いてまいりました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価お待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。